おはようございます。おはようございます。番組スタッフの谷内です。はい。オンザウェイジャーナル水曜日、今日のテーマは菅改造内閣から、1ヶ月有言実行するにはということで、去年9月にですね、政権交代で民主党鳩山内閣が発足して、これ1年なんですね。そうなんですね。で、1年後の先月9月17日、はい、これ今度は菅改造内閣が発足しました、うん、菅総理大臣は、この1年間はいろんな意味で試行錯誤の1年だったとしましてですね、はい、新しい内閣は一つの具体的な事柄を実行していく有言実行内閣と皆さんが呼んでいただけるような内閣を目指すというふうにしているんですが、はい、菅総理大臣はあの政府税制調査会の議論スタートにあたりましてですね、景気の下支えを優先して企業に配慮するという姿勢を示す一方で、はい、子ども手当 その満額支給を断念するとか、家計重視の視点というのはちょっと薄くなっているようなっていうような気もするんですが、さて工藤さん、今日はリスナーの皆様に何を投げかけていきましょうか。そうですね、あの僕はね、政治がね、課題解決って言葉を使ったってことはね、非常にいいことだと思うんですよ。政治ってね、やっぱり課題に挑戦して答えを出さなきゃいけない。で、今まで日本の政治ってのはそういうことやってなかったわけですね。ただ私はね、まだその菅政権の課題解決がどうだっていう議論する前にですね、やっぱり今の日本の政治そのものをやっぱり考えるべきだと思うんですね。で、あの僕もあの国会の中継よく見たんですが、見れば見るほどね、なんか国民と政治の距離が最近非常に開いてるなと。ひょっとしたらこの政治を続けてもね、日本のそのっていうのは本当に変わらないんじゃないかって気が最近してきてるんですよ。だから僕が皆さんにちょっと今日は言いたいのは、僕たちが変わらないと日本は本当に変わらないんじゃないかということを皆さんで考えたいんですね。つまり政治にただ期待するだけでは日本は本当に変わらない、そういう局面に回るんじゃないかと。それを今の菅政権を見ながらね、皆さんと今日は一緒に考えてみたいと思ってます。まあ、有権者が変わらなきゃいけないと。そうですね、あのね、去年やっぱり政権交代があった時はね、僕も結構嬉しかったですね。要するに、あのなんかこう変わったって、チェンジするってのは非常にワクワクするじゃないですか。ただあの僕たちの NPO っていうのは、あの先週も話しましたけども、結構政策の評価をやってる NPO なんで、きちっと1年間ずっと見てたんですね。なんかこう昔の政治とあまり変わってないなっていう感じがかなりしてきちゃったわけですね。少なくとも鳩山さんはやっぱりその政権を継続できなくなって退陣に追い込まれたわけですね。で、それはどうしてかっていうと、なんかあの政治と金の問題でこう小沢さんをこう一緒に会って責任取ったみたいな形で言ったけど、そうではなくて、やっぱり鳩山さんがその選挙の時約束したこともほとんど実現できなくなってしまったわけですね。普天間問題でもボロボロになっちゃいました。で、菅さんがですね、それに関してその国民とのこうなんか政治の距離を埋めたか縮めたかっていうと、そんな感じはしないんですね。で、一つはね、やっぱり菅政権は、まあ、実は言うとその国民の選挙で選ばれた政権じゃないですよね。この前参議院選挙があって菅さん負けました。負けたんだけど一応継続してる。だけど菅さん総理とかその今 その衆議院にいるあの国会議員の人たちはみんな去年の選挙で当選した、鳩山さんの時の当選したあの国会議員なわけですね。その時鳩山さんが言ってた約束がほとんどで実現できない状況になってるのに、その政治家がいると、国民から見れば総理が変わって今度別なことを言い始めてると。ここの中でその僕たちはなんか劇場から見れば蚊帳の外にいるようなね感じがしちゃうんですね。で、ただもう一つやっぱり僕はちょっともっと本質的な問題があるんじゃないかと。多分僕たち自身が去年の政権交代で日本が変わるんじゃないかとかなり強い期待したんだと思うんですね。でもそれがどうも違うんじゃないかとみんな薄々感じ始めた。政治との距離がね開いたまんまだっていう感じが今してるんですよ。合宿したんですね、はい、で、あのみんなでね、なんで合宿したかっていうと、あのやっぱりその今ソーシャルメディアっていってブログとか SNS とかいっぱいあるじゃないですか、ツイッターとか、そういうことを活用してそのもっとこう一般の人たちと議論できる仕組み作れないだろうかと。で、そのための そのモデルとしてオバマの大統領の選挙戦のことを結構みんなで勉強しちゃったんですよ。アメリカのオバマ、アメリカのオバマさんですね。で、オバマさんの時はあのやっぱりすごいんですよ。あのつまりそのいろんなボランティアの人たちと一緒にこうアメリカを変えようっていうね、そういう感じになってましてね、その文献見ててもですね、もう何十万っていう人たちが市民がどんどん参加するんですね。で、一緒にこうまさにその民主主義の復権っていうことをみんなでやっていこうと、イエス・ウィ・キャンってやるじゃないですか。で、そういう感じでやってね、して見たら5億ドルもネットで寄付が集まってるわけですよ。
特に今の為替でいくと、ただ400億円。すごいです。すごいですよ。つまりね、そのアメリカの変化っていうのが、まさにこう国民なり市民と一緒に動いてる状況だったわけですね。で、その選挙の後に日本は政権交代があったわけです。はい、鳩山政権。でもね、冷静に考えてみると、鳩山さん、民主党政権が起こった時に、多分その、なんていうんですかね、そういう感動的なシーンがあったんだろうかと。市民がどんどんですね、参加して、日本を変えたいという動きがあったんだろうかと。そういう考えてみると、結局選挙戦ではね、やっぱりサービス選挙、サービス合戦、やっぱり子ども手当がどうだ、いろんな形を競い合ってね、まあ、それがその後それが実現できなくなって大騒ぎになるんですが、やっぱり昔的な展開でしたよね。市民がやっぱり大きな政治の変化に参加してないんですね。で、多分僕もそうだったんですけど、まだ政治を期待したいという気持ちがあったんでしょう。あ、なるほど。あった。なんだけど、その期待だけではダメでね、やっぱりなんていうんですかね、やっぱり自分が発言したり参加して当事者としてこの時代に向かい合わないと、多分日本は変わらないんですね。一緒にとにかくやっていきましょう。やっていこうと、また変化しようよと。で、日本もやっぱり今変化しなきゃいけないじゃないですか。はい、で、それがなんとなくこう期待したんだけど、今の国会見ててもね、なんか変化っていうんじゃなくて、非常に疲れ切った菅さんがいてね、っていう状況で普通の政治になっちゃってますよね。なんか国会中継見ててもあんまり盛り上がってない。なんか面白くないでしょ。ワクワクしないじゃないですか。つまり僕たちに問いかけがないんですよ。民主党政権はこうしたい、だから皆さんもこう協力してほしいとか、こういうことしたいんだっていうね、なんかそういう直接のメッセージがないですよね。去年の、はい、まあ、1年前 の、 その政権交代の時は、うん、やっぱりでも国民の方ではやっぱ変わるだろうっていう期待は当然大きかったと思う。そうなんです。やっぱりその戦後その既得権益っていうかですね、はい、古い政治ってあるじゃないですか。こう昔のこう利害関係だけでやってるとか、全くこう秘密になんか話が動いちゃうとか、国民にこう何も説明しないとか、はいはい、そういう政治を変えたかったんですよ。で、僕も変えたいし、多分皆さんも変えたいと思うんだけど、それが多分一つのその政治でこう自民党っていう大きい長期政権をね、変えるって大きな原動力になったんですね。だからやっぱり日本にはパワーがあるし、国民はね、やっぱり変化を求めてるんですよ。変わる人がね、なんとなく同じような政治に見えちゃってるとこに日本の悲劇があるんですね。もう辞めると言ってた小沢さんがね、小沢さんとか鳩山さんがまた復活してきて代表選やったりね、なんか言葉の政治家の言葉の辛さが非常に目につきましたよね。だからなんとなく昔の政治って感じしちゃうじゃないですか。鳩山政権から菅政権に変わって、その辺はどうですかね。いや、あのですね、これはいや本来はね、まあ、僕は鳩山さんやっぱり発言やっぱりすごいいい加減だと思うんですね。やっぱりそのいろんなことを言ったんだけど覆すじゃないですか。多分宇宙人ってよく言われたら本当にそうだと思うんですよ。で、菅さんはまだそこまで宇宙人的な発言はないですよね。ただその菅さんってもともとね、市川房枝さんっていう市民運動のそういう人をその支えて、その事務局長でやって、ね、まさに市民派と言われた、僕から見ても結構同じな匂いをねする人のはずなんですよ。だからね、やっぱりもっと市民に向かい合うような動きがねあればいいなと思ったんだけど、そういう言葉ってなかなかないんですよ。代表質問2つありましたよね。なんか面白くないんですね。でたった1つあるとすれば、その菅さんのメッセージで僕の目に来たのはね、孤立化っていうことだったんですね。つまりその今の社会にはね、若い層とかお年寄りもそうなんですが、家族とか社会が切り離されて孤独でね、みんなとこうつながりを持たない、その中でこう一人ぼっちでね、非常に大切な人生を終わってしまう可能性のある人たちがいっぱいいると。この人たちを取り組まなくて何が政治だと、まあそこまでかっこよく言ってないけども、そういう話をしたのもね、僕はやっぱりズキッときましたね。それはまさに社会の課題なわけですよ。大きなその社会の貧困ということが広がった中で、働きだけない人がいて、それがだんだんこう孤立して厳しくなっていると。でもそれは1回目の所信表明演説だったんですけどね、2回目からはね、やっぱりもうただ課題を説明してるだけですね。ただやっぱりその本当に俺がこの政治をやって、その日本をこの救いたいと思うんであれば、ビジョンを説明して、我々は今、私は今こう思ってることをこういう形で解決したいんだっていうことを、だからみんなに協力してほしいっていうね、そういう形ってなかなかないんですよ。だからその変わったことは変わってるんだけど、結局その何か新しさが、つまり市民とか国民に寄っていくような、そのなんかが手がかりがあまり感じないんですね。菅さんっていうのは
強い経済、強い財政、強い社会保障を実現したいと言ってるんですね。で、この3つは実を言うと正しいんですよ。この3つを解決するということがね、あの日本の将来、未来について非常に大きなアジェンダなんですが、昔自民党末期政権の福田さんと麻生さんも同じようなことを言ってるわけですよ。つまりね、その自民党であろうが民間民主党であろうが、社会保障、高齢化で 人口がどんどん減ってきてしまってる、それから財政がもう破綻寸前だですよね、経済がやっぱ強くならなきゃいけないっていうのはどの政権でも同じアジェンダ課題なわけですよ。変わってない、変わってない。だけどそうなってくると、ここでプランニングの力が問われるわけですね。どっちが課題解決ができるかと、ということをやっぱり僕たちは有権者は冷静に見なきゃいけないじゃないですか。でもそういう競争は今政治の世界ないんですよ。お互い足を引っ張り合ってるだけだし、それでやっぱり今のこの国会答弁見てても、単なるそのまあいずれ私たちはその社会保障の全体プランをいずれあなたと皆さんに説明しますとか、みんな予告編だから、じゃあどうすればいいんだと、ということになってしまうとね、やっぱりまだまだその政治が新しさもない、つまり国民に向かい合う政治がちゃんとできてない、一方でその課題に関してもプランを競うってところまで来てない。そうなってくると、あの僕たちは日本の未来とか自分たちの人生の将来を不安ですから、だんだんこの政治大丈夫かなと思いますよね。なんか二大政党じゃなくて三つ目の何かに期待してるってことありますよね。二大政党をすると何かが答えが出せるとみんな思ってたわけですよ。僕もそう思いました。だけどあのイギリスでもですね、二大政党ではちょっと難しくなって、第三とかいろんな人たちがこう大連立するとか、そういう形になっていくわけですね。で、日本は結局その二大政党が機能するっていうことの前提は、それぞれの政党にプランの作る力がなきゃダメですよ。でも結果としてお互い何かがないという感じなわけですね。僕たちの NPO でも課題解決で使ったことがあったんですよ。その意味はちょっと違ってましてね、実は言うとその日本の将来戦略、日本を将来どう考えればいいかって時に、考えなきゃいけない時に、日本っていうのはどういう力があってどういう課題を背負ってるのかって言ったら、人口減少と高齢化な、超高齢化なんですよ。でもうね、2050年あって、今もそうなんですが、65歳以上のお年寄りっていうのは、今はもう例えば4人に1人でしょ。だんだんそれが3人1人になって、2050年にはね、40% ぐらいがそういう人なんですよ。もう、今はその地域のね、ではその、私も青森に帰るとね、バスに乗るとおじいちゃんおばあちゃんばっかりなわけですよ。それがどんどんこれから増えるわけですね。で、そういうことが最大の課題ですよね。それに対して、日本の国はどういうふうにして、その将来設計をしていくのかということを競わなきゃいけないとあったんで、それで課題、つまりそれは韓国も中国も世界が高齢化し始めてるんですよ。なのでそれに対して日本は先進的な課題を持ってるから、それを克服することが世界に対しても日本側の存在感を出す非常に大きな役割になるんじゃないかということで、僕は課題解決という言葉を NPO で使ったことがあるんですが、今のこの政治の課題解決というのはどういう課題認識をして何を解決しなきゃいけないかということがね、なんとなくまだわからないんですよ。今の当面の危機は財政破綻、経済がうまくいかなくて雇用がなかなかうまく進まない、そして社会保障では年金とか社会保障、あの医療に不安がある、今の話ですよね。でも今の話は実は未来の話と全部連動してるんで、そういうことを競い合うね、政治に僕は期待してるんですが、まだそうなってないってことですね。日本の政治っていうのは大きな変化の今途上だと思うんですね、はい、だから多分ね、ドラマはこれからなんですよ。まだまだその古い政治から大きく脱却できてない。まあ菅さん1年間試行錯誤って言ってこれからだから菅さんが変身するかもしれないんですが、だからこれからなんですね。僕たちの NPO がね、毎年有識者を対象にこうアンケートやってるんですね、はい、去年の波多山政権終わった後にね、こういう質問した時がちょっとえっと思ったことがあるんですね、はい、日本の政治の現状っていうのをあなたはどう判断してますかと。で、一番多かったのは 何かっていうと、これまでの政治を一度壊して新しい国や政府、社会の在り方を模索する時だって言ってるんですよ。だからつまり大きなやっぱり変化の今プロセスなんだということを多くの人たちは、4割の人は言ってるわけですね。ただそこにこう並ぶように多かったのは、未来の選択肢が既存の政党から提起されないまま、サービス合戦や官僚叩きに明け暮れ、ポピュリズムが一層強まる時期というのが 39% あったわけです。はあ、高いですね。高い高い。で、もう次にあるのももっと厳しいんだけど、政治的な混迷や空白の始まり、これがね 27.2%。 つまりね、
今まさにこの変化が始まってるんですよ。ただ変化の出口が見えない。この出口を見つけ出すのは僕たち国民っていうかね、僕たちだと思うんですよ。だからそれでやっぱりね、日本の政治を変えるのは僕たちたちだと一番初めに僕が言ったっていうことの話なんですが、さて皆さんはどうお考えでしょうか。